カースランドに派遣された討伐隊がまた壊滅した。やはり無理だ。泣き言を言うな。あのドラゴンを倒さねばカリスには入れない。ドラゴン討伐はアルトリウス様の厳命だが、シグレ様たち特等がいなくなった今、一体と。カースランドにドラゴンが。カリスに捕まってた奴が逃げ出したのか。いや、タイマシの口ぶりからすると俺たちと戦ったドラゴンのようだ。シルバ坊よ、妙な気を起こすでないぞ。あのドラゴンの手強さは知っておるじゃろ。あんなのに関わったら命が100個あっても足らん。ここは放置が一番じゃ。助ける義理があるの、あの子。うん、一緒にいた時は話したこともなかった。お互いに意志も感情もなかったから。同じだったんだ、僕もシルバも。ベルベットがあの子を連れて逃げてたら、きっと僕がドラゴンになってた。今更どうすることもできないけど、せめて決着をつけてあげたい。好きにしなさい。骨は拾ってあげるわ。俺も一緒に行く。私もです。何事も決着はつけなきゃな。まったくお気楽者どもが、負けたら骨まで食べられるというに。
全力で。次も。見事に復活してるわね。のんきに言っとる場合か？カノ主の攻撃にすら耐えたということじゃぞ。カノ主戦のウォームアップにはちょうどいいさ。前より強くなってる感じがしますが、気のせいでしょうか？気のせいじゃないぞ。どうやらこいつはカリスの汚れを吸収しているようだ。強敵ね。フィー、今なら引けるわよ。ごめん。前は君を利用して逃げちゃった。今度は逃げないから。君を倒すよ。シルバー。小細工はなし。総力戦よ。ふん。ケメマシ。ふん。無理つ入る。ケメマシ。しかし、しまった。無理つ。髪の毛だ。Thank you.
無理にだ。はい、僕がテレサ様に怒られて罰を受けた時、あの子はこうしてそばにいてくれたんだ。何も言わなかったけど、ずっとそばに。そう、ごめんね。それからベルベット、あの時ヘラビーサで僕を連れて逃げてくれてありがとう。あれはほとんど誘拐だし。だとしてもお礼を言いたいんだ。いらないわよ。あんたが今のあんたなのはあんた自身のせいなんだから。この感じ、カリスはまだ稼働？一つ型がついたな。さーて、それはどうかの。どういう意味だ？カリスはメルキオルが発掘再生した太古の遺産、ジジイなき今制御できるものはアルトリウスくらいか。いや、未来がどうなるかは誰にもわからんということじゃよ。パンチャレード！
4の方、ここだ！ 遅延連射！この狙いを達成するぞ！